い、皆さんお久しぶりです。はい、どうも。あの、見える色おかしくない？これが食べてるのイカなんですよ。のりくん、スルメイカ。色大丈夫？色カメラの色おかしいとかだったら言うてくださいね。買いますんでね。ハウカちゃんいらっしゃい。どうも。まあこのまた唐揚げもあるんだよね。唐揚げ、俺これ今の晩飯なんですよ。実は晩飯、イカ欲しいですよね。俺やから先輩みたいな頭いいことないで。あの人はまあなかなかやる人やけどさ、俺はやから先輩みたいにあの達者ちゃうんだよ。今日仕事じゃん、カオコちゃん仕事。いや上品ちゃうって、俺に上品なんか全くないぞ。はい、全くないですよね。あ、そうなん、犬、言えば犬好きな、カオコちゃん。年っすね。そりゃないやろ。そりゃないやろ。ある？ありえる？ありえるかな？こう、これしてんの、こう、頭にしてて、眼鏡ないって言うな。それ、あるかな？この製薬会社からお前あれ、あれもらわなかんね、あの広告料よ。それぐらい俺貢献してるんだよ。ペパリーで3錠いきます。3錠。動物好きな、あ、そう、まあまあ動物好きなしてんねんけどさな、うん、あの動物虐待とか許さんねんろ、かっこいいな。俺もそうやで。俺あんまりそのなんかあの表だってやらないけどね。やっぱりあの動物いじめるんやあかんわな。近藤がガチでええわやで。あんなさ、あんなめな、そうやろ、法を犯してな、それを放送してんねんからさ。そうやろ、それはお前、それはもうペナルティーよ、当然な。動物病院、あ、そうな。
LGB 今日はね、よいしょ、唐揚げ、よいしょ、ジューシーな唐揚げね。花火上がった？花火上がった？誰か知らんけど、ありがとう。ちょっと後で見とくわ。あの花火ありがとう。今が今だよ、アンチコメ、あのしょうもないアンチコメばっかり打ってるの、あの NG 行くんだよね、一緒のことばっかりね。もう誰か言わんの分かるよね、ずっとあのアンチコメ打つやろ、もうアンチコメ打つんだよ、よそ行くか黙ってるかなんかして、もう次変なこと言うたら NG 行くんだよね。うん、わ、すみませんけどね、俺そこまであの聖人君子じゃないんでね。小池ありがとう、いやありがとう、もう来ないでね、来ないでね、用事ないんで、はい、小池唐揚げよ、小池、小池からお前の大好きな唐揚げよ、あの今日はもうコンビニ買ってないよ、小池、お前最近出席率悪いからさ、コンビニの唐揚げ買ってないんで、悪いけど、鉄板何が？小池、その鉄板っていうの、関西で鉄板じゃないのな、バカにしてる意味はあんねんで、小池知ってた？小池、大阪刑務所行ってな、鉄板ですねって言うたな、それな、なんか喧嘩売ってるのが なんねんで、知ってた？小池、これあの豆知事だけどな、アウトロー豆知事が、その鉄板ですねとか言うんはな、それな、そんなこと言うたらな、喧嘩になんのよ、関西の、特に大阪刑務所とか言ったらな、一応言うとこは、いや、言う、まあ訳したらな、あなた、あなた無神経ですねって言うてるみたいなもんなんよ、わかる？鉄板ですねじゃな、あなた無神経ですねって言うみたいなもんなんよ、わかるやろ小池、
どうもじゃありましたよ、どうも。なん寿司屋でもね、ありがとう。そうだね、大阪刑務所行って鉄板ですね、言うのにな。ありがとう、あの運営さん、運営かな、これ意味わからへん。あ、でもマヨネーズがお前最強やペロン。それ、こういうかも、何のタイミングで鉄板って言うな。ちょっと突っ込むけどさ、何のタイミングでお前鉄板って言うたん。逃がせんけどな。そこはそれはそこはまあ一無二やから逃がせんけどな。その何の どれ見て鉄板って言うたん。取り調べやけどな。何を見て鉄板って言うたん。ビールまだこれで一本目。